かりだよ。今回新しいゲームを考えてきたので、それに挑戦したいと思います。名付けて全力謝罪ゲーム。イエーイ。はい、やっぱりね、今の世の中、いつ自分が炎上して謝罪会見を開くことになるか分かりません。もちろん内容には心がけます、心づもりもしています。でもなるじゃないですか。今までだって何回も謝罪してきました。そう、そこでいざという時に、そう、あなたも、そう、テレビの前の、テレビじゃないな、これなんだ、ディスプレイかな、ディスプレイの前の皆さんもあると思うんですよ。絶対に謝罪する場合がある。そう、生きてるな時は、生きてる限り謝らずに生きるなんて無理だ。そう、いや、でもごめんよりもありがとうを増やしたいな。そこでいざという時に完璧な謝罪ができるように事前に訓練しておこうということで、生み出されたのがこの全力謝罪ゲーム。ルールを説明しよう。そう、ルールは簡単。出されたお題に対して間を置かず全力で謝罪する。例えばお題がチワワだったとしたら、謝罪内容が、可愛すぎて申し訳ございません、多くの人間たちを虜にしたことを深くお詫び申し上げますっていう感じでやります。というわけで早速ゲームスタートしていきまーしょう。それではスタート。ほのちょっとの出来心なんです、ごめんなさいでした。激ラテヤング難しいな。待って、待って、少し辛めにしてしまいましたんですけど、会議ではいい感じに通りました。すいません。え、サマーニット本当に偉くてごめんなさい。弁当が箸入ってなかったです。ぼーっとしました、ごめんなさい。ベリーさんが来ると思ってた、なかったので港を開けっぱなしにしてました、すいません。閉店すると言いつつ5ヶ月ぐらいで閉店セールしてて、すいません。キックオフミーティングかっこよけりゃいいと思ってたか。こんにちは、こんにちはじゃないよ。